リーバイパーソンズ・モートンはアメリカ合衆国の政治家。ニューヨーク州選出会員議員を呼び、第22代アメリカ合衆国副大統領。副大統領退任後にニューヨーク州知事も務めた。モートンはバーモント州アディソン郡、ショアーハムで生まれた。彼はマサチューセッツ州エンフィールドで雑貨店の店員として働いた後、 ニューハンプシャー州ボス公園の学校で学び、ニューハンプシャー州ハノーバーで商業に従事、その後ボストン市に転居し、続いてニューヨークで織物業を始めた。その後同地で銀行員として勤務した。彼は1876年に第45議会への下院議員候補として立候補したが落選した。彼は1878年のパリ、 万国博覧会への名誉委員をラザフォード B ・ヘイズ大統領に任命された。モートンは共和党から第46及び第47議会への会議員として選出され、1879年3月4日から1881年3月21日に辞職するまで同職を務めた。1880年の大統領選挙で大統領候補。 ジェームズ・ガーフィールドは彼に副大統領候補を依頼したが、モートンは拒否し代わりに、中英大使か中仏大使に任命してくれるよう依頼した。彼は1881年から1885年まで中仏大使を務め、1888年の大統領選挙では、ベンジャミン・ハリソンの副大統領として当選し、 1889年3月4日から1893年3月4日まで副大統領職を務めた。彼はその後1895年から1897年までニューヨーク州知事であった。彼は公の職を退いた後不動産投資家となった。彼はニューヨーク州ラッチェス軍ラインベックで96歳の誕生日に死去し、 ラインベック墓地に埋葬された。ありがとうございます。